戦闘民族なんです。働けます。もうここで初めてあれした話なんですけど、どうもアンドサウナリポーターの白間みるです。本日はですね、北海道旭川市にやってきました。あのですね、皆さんに言ったことなかったことがあるんですけど、私戦闘民族なんです。戦闘っていうのはこの戦闘じゃないですよ。お風呂の銭湯の大好き民族なんですけど、教育サウナがですね、銭湯なんですけどリニューアルをした銭湯になっていまして、ここでございます。じゃん、菊の湯さんです。本当にまだリニューアルして始まってないんですよね。なので私が初潜入していきたいと思います。では行ってまいります。さあさあ、あら、見てください、このロッカー、かわいい、カラフルなリニューアルのロッカーですよね、きっと。かわいい、私こういう絵めっちゃ大好きなんです。お邪魔します。こんにちは、よろしくお願いします。今日はちょっとリニューアルしたサウナ銭湯さんにちょっと初潜入させていただくんですけど、これはまだ出来上がってない、完成していない。そうですね、オープンが9月9日に、はい、じゃなってるので、はい、そこまでにちょっと完成に持っていくっていう。どうなっていくんですか、ここは何の場所？カウンターは、はい、ドリンクとか、うん、ビールとかが飲むようなカウンターになる予定で、はい、うん、おそらくソフトクリームとかも。ソフトクリーム、はい、子供ちゃんが喜びますね、はい、この下のグッズは、はい、菊の湯の菊マークが入った、うん、ね、帽子、はい、キャップだ、はい、このキャップもめっちゃ可愛いですね。あ、これはもしかして初かぶりですか、はい、私が。初かぶりです。じゃあちょっと初かぶりをいただきます。どうですかね、ちょっと待って、前髪整えるから。どうですか？かわいい。かわいい。かわいい。でもこのキャップ、この裏がね、緑色になってるんですよ。ね。すごいかわいいし、かぶりやすいし、形も私好きだわ。ここがちゃんと曲がってて。似合いです。働けます。もうここで。働いていいですか？担当で。許可いただきました。よろしくお願いします。なんかいいですね、このレトロ感があふれる。あ、しかもアイスクリーム売ってるんじゃないわ。ちょっと中見てください。オーナーがフロクラブっていうアパレル、うん、お風呂関連のアパレルブランドみたいなのやってるんですけど、そこと多分コラボした。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ可愛い。これとか私好きですね、このガラガラヘビ。なんかお風呂屋さんに来てね、こうやっておしゃれなねアイテムが揃ってるっていうのも新しいですね。あ、かわいい。あ、これあれじゃん、サウナハット、キクって書いてるやつありますよ。生地がめっちゃしっかりしててこだわってますね。ではじゃあ早速気になるサウナの方に行きますか。ちょっとお邪魔させていただきます。今回は、はい、オープン前なのでお得意の方で、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、かわいい、のれんも見てください。男湯さんのくまちゃんがペンギンさんの背中洗ってます。ではちょっと潜入してきます。はい、準備できました。まあ、銭湯といえばやっぱりこれですよね、ケロリン。これね、なんとアンドサウナの佐久間くんとねコラボしてるんですよ。このタオルも可愛くないですか。なんでこれを
持ってきながら楽しんでいきたいと思います。ゴーゴー。もうね、おー、やっぱいいですね、銭湯って。昔ながらの感じがしっかり残ってますね。リニューアルって言ってても、この匂いも落ち着くし、あ、見てください、鏡の下をこうやってね、もう全部の鏡にいろんなお店の広告がついてるんですけど、このリニューアルを応援した会社さんが全部紹介に載ってるそうです。すごいですね、なんか愛を感じますよね。みんなでなんかこの銭湯を盛り上げようっていう。ご注意ください、この壁のタイル。やっぱ銭湯といえばこういうね、壁にね書いてある絵だと思うんですけど、これは富士山ですね。これはリニューアルの時だったのかな。めっちゃ綺麗な富士山。ここはまあ、あの子供さんも入れるような浅いお風呂になっていて、でこちらは階段を降りてちょっと深めのお風呂になっております。この噴水もなんかこう昭和じゃないけど昔を感じますね。違いますね、まあ、このねしっかり使い古した感が出てますけど、こっちはまだまだねもっと使っていかなきませんよ。それではサウナに転入していきたいと思います。ここのサウナは電気サウナ（ロウリュウ）と書いてますね。気になります。では入ります。奥張ってる感じの形でね。ここのサウナは電気サウナって書いてたんですけど、大きめの石が敷き詰まれていてしっかり熱さを感じますよ。お部屋の大きさに対してストーブがねしっかり大きくてね、いいですね。そしてこのサウナのねお部屋は何人ぐらい入れるかな。まあちょっと詰めてぎゅうぎゅうに入ったら10人ぐらい入れそうかな。でもこの椅子の幅とかもねすごいしっかりね広いので、こうやって足組んだりとかいろんな体勢でサウナを楽しむことができるんじゃないでしょうか。もともと前リニューアルする前もサウナ室はあったんですけど、ストーブが壊れちゃってて使ってなかったらしいんですよ。でもリニューアル後はしっかりとこのサウナも復活して、よかったですね、復活して。サウナはね銭湯には絶対重要ですから。私普段ねサウナ入るときはこういうあぐらをかいた感じでサウナに入ってますね。こう背筋もピンってなるじゃないですか、あぐらかくと。サウナのときこう背筋曲がってるとあんま良くないので、こうやってちょっと修行スタイルで入ってる感じです。みんなはどんな姿勢で入ってるやろ。あのたこれもあるけどな、これもあります。ちょっともたれたい時とか意外に暑いですよね、もたれようとしたらあちりってなるから。さあ今回この銭湯初潜入ということで、私が初めて慣れした話なんですけど、まあ初めてアイドルでステージに立った時の話ですよ。初めてステージ立ったのが1月1日かな、 NMB のもう誰かのために公演という公演で、12歳の時ですね。で初めてお客さんの前に立って歌って踊ったんですけど、もうド緊張ですよ。その舞台に出る前とかもうずっと泣いてたし、緊張で、で緊張でもう踊ってるけど自分が何踊ってるか分からなくなって、感想のダンスパートのところで全員で難しいダンス揃えて踊るんですけど、そこでもう大いに間違えて、みんなが後ろ向いてるのに私だけ前向いて踊ってて、もう頭大パニックでしたね。そういうお初なエピソードでした。では初潜入、初ロウリュウを私がちょっと初めてをいただいちゃいます。あ、なんか爽やかな匂いがします。何の匂いかよう分からんけど、よう分からんけどって、
何の匂いだろう。でもなんかの匂いはしますよ。入ってますよ、何か。じゃあ、かけます。おー、いいですね。ストーブが大きいんで、もう一杯かけちゃいましょう。さあ、もうね、汗が滴ってますけど。あー、上来たら、いい広がりが、すごい蒸気の広がりが。でね、ここストーブに近いんですけど、暑いじゃなくて、ちょうどいい暑さが、ちょうどいい蒸気がしっかり直接届く。このね、ストーブのね、上に自分がいるってまたあんまなくないですか。ストーブって結構高さがあったりするけど。でね、こうやって足下ろしてもストーブのね、上になるので、全然足先もあったかいままでいいですね。この自分がストーブの上にいると隅々まであったかくなれるので、これは考えられてます。こうやってしたら足の裏まで温められますよ。概要欄をチェックしてね。